こたび。ショークで召喚人を書いてっと、ガキガキ。肉球みたいな模様になったけど、だいたい合ってる合ってる。じゃ、行くぞ。人生はいつもクラッシュ&エラーじゃんよ。閉じよ、閉じよ、閉じよ。なんかルビー振ってあるけどわかんねえ。いや、とにかくカモン。よくしてはよりの来たれ、天秤の守り手よ。サーヴァント、ライダー、牛若丸、召喚に応じ参上しました。九郎義経に至る前の妖名なれど、技の冴えに違いはなく、敵がどれほどの大軍であろうと、あなたに勝利を。何？敵将の首を取れば何事も解決です。などと、今さら言うまでもありませんね。お久しぶりです、マシタノ。円卓の盾を触媒にしての召喚とあれば、どのような違法の地であろうと長谷さんじ。エクスキューズミー、ユーが私のペンフレンド。なんだ貴様は、コリの類、いや猫股か。まあいい、その盾をどこで拾った。返答によっては首を落とすぞ。おいおい、こいつはとんだじゃじゃ馬ガールだ。音速かな、音が後からついてくる。だがその暴力性が気に入った。ウェルカムポポコ侍。私は猫歩く。この盾はマシ君が貸してくれたよ。マシ君は今コンビニに買い物に行ってるよ。その隙に戦力を増強したんだよ。 Are you understand? 理解した？私、友達、敵、違う。マシュ殿は近くにいるのだな。そうであれば刀は収めるが、なぜ片言で話す？召喚する以上、その国の言語には詳しかろう。あ、なんとなく話が通じるなら OK です。牛若丸っていうの？若くんって呼んでいい？男なの？女なの？レアリティは銃刀法違反で知ってる？その服はどうしたの？成長期が急に来たの？まあいいや、そのあたりはステータス画面で確認すっから。改めてよろしく若くん。私は正義の猫、猫歩く。ふやけたまんじゅうのような姿は世を忍ぶ仮の姿。今回君を呼んだのは他でもない、憎き MB 界のメンツに分からせるため。君のそのフレッシュな力が必要。よし、妖魔退散か。私は何も見なかった。人類の影奉仕として潔く消え去るのに。とはいえ弁慶ではあるまいし、そこまで気真面目になるのも牛若にあらず。話に聞いた21世紀の日本、肌に感じる強敵の気配。これほど胸躍る舞台もない。マシュ殿も探さないといけませんし、せっかく召喚されたのです。退去するまでこの世界を楽しもうではありませんか。合戦でなければ伸び伸びと。にゃ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 。バーンユアマジックサーキットファイト。ハッピーファイル。ハッピーなんど首を飛ばしても元に戻るとは。えい、近寄るな、つぶれまんじゅう。ちょっと怖い。待て、わかった。助立ちは受けて回る。だが、その前に観光をさせてもらおう。牛若丸と覚えてもらおう。食後の運動ってね。バーンユアマジックサーキット。ファイト。嘘だ。
追いつく。バンタ、ウソ、アイル、ウッカンゴ、反撃、ヤヒト、アイル、ヤヒト、ムヨ、反撃、ハクゴ、ハハハ、ハクゴ、逆転しよっか。ハハハ、ノ、ヤト、ハクゴ、そうでしょう。カンナカラカラ。体を動かすことであれば。私の右に出るものはおりません。どんな戦場、どんな環境であれ、縦横無尽にかけてみせましょう。建物ばかりの町かと思ったが、見晴らしの良い場所もあるではないですか。気に入りました。マシュ殿より預かったコンビニ弁当。あれ、見慣れない人がいる。不思議な格好だけど、路地裏の人かな。路地裏にはたまに眼帯をしたり翼の生えた服装の人がいたりするけど、基本的には無害だから通報してはいけないよ。趣味の範囲で楽しんでいる限りはね。ってお兄ちゃん言ってたもんね。シュッとした姿勢、サラサラの黒髪、すごい美人さんだ。ちょっと話しかけてみようっと。すいません、一緒に写真いいですか。おや、これは愛らしい。また…いや待て、私は霊体化していた。通常の目では見えるはずはないのですが。いえ、別にいいですね。細かいことはおそらく剣気の才があるのでしょう。幼子殿、どうぞこちらに。ちょうど昼食にしようと思う。わたー、なんと危な、何をするのです。危うく抜きかけたではないですか。バカ猫の匂いがする。かっこいい見た目に騙されないぞ。お姉さんはいい人みたいだけど、猫の手下なら見逃せない。うん、今日の特訓中に出会ったのはきっと武者修行ってやつ。いざ尋常に勝負、勝負。私は都、有馬都。まだ小学生だけど立派な八極剣士です。バカ猫、あの猫股のことか。困ったな。確かにその通りではある。しかしあのようなつぶれまんじゅうとは関係なく、挑戦に応えましょう。都と言いましたね。威勢のいい名乗りでした。五条橋のやんちゃ坊主を思い出す。訳あって名は明かせませんが、私のことは、そうですね、薄緑とでも。薄緑、めっちゃ素敵なお名前だ。その年で武者修行とは恐れ入る。幼子と気を使ったこちらが無礼でした。先ほど購入した竹光でお相手しましょう。お互い良い経験になりそうです。バーンユアマジックサーキット、ファイト。覚悟。こんやろ。ラウンター。危な。特と見ラウンター。まだ負けないよ。こんやろ。悪鬼必須。悪鬼必須。我が流離譚、いざ。壇の裏、発想飛び。やばい、こら。カンナ。いい戦いでした。長ずれば大剣士になるは明白。この先どうか健やかに。お、強い相手を探しているのなら丘の上の洋館にいる。弾けない、都殿。相手にとって不足なし。魔王村、退治してご覧に入れる。へえ、天狗って言うんだ。犬ならハムシより楽しめる。バーンユアマジックサーキット、ファイト。ふっにゃくえい、ふっにゃにゃ、ふっ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 、
必須。何それ。はっ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 。目も足も勘も遅い。勝ち気だけは早かったようだがな。この時代に上眼とは、どこのお山のご子息かな。そこの丘の上の洋館の長なんですけど。マーユはマジックサークト。ファイト。やるな。ハッ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 。くそ。まだいける。マイル、こいつ、この遊びだ。ヨダン、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 ヨご存知かな。食事の前の運動といきますか。マーユはマジックサーキット。ファイト。やだ。カウンター。ハクモ。もう一度カウンター。おのれ。えい。カナー。アイル。無駄。不覚でした。カウンター。無駄。もう一度カナー。無駄。負けアイル。無駄。負けません。引きません。ケロン。すーはん。まあ、私もサーバントですので、その時代に合わせた常識は持ち合わせています。ケ。ここが宮子殿の言っていた洋館か。確かに並々ならぬ圧を感じる。とはいえ塩味の類でなし。新山幽谷に増しますもののけのような。ふん、これは大当たりだ。師匠に勝るとも劣らぬ大物と見た。頼もう。この館で一番の強者を出していただこう。誰ですか、休日の朝から堂々と。当家は確かに植物園、プール、温泉、テニス場と取り揃えていますが、道場はあります。この方、服、ああいう着こなしなのかしら。 いえ、さすがにそれはね。その、嵐にでもあったのですか。ああ、それでやむを得ず門を叩いたと。助けを求めてきた方を追い返すわけにはいきませんね。琥珀、すぐに替えの洋服を。あのままでは風邪をひいてしまいます。心配ご無用。この牛若、幼少の頃よりこのいでたちで野山をかけておりますれば、病に倒れたことなど一度もありません。倒れたるは空腹と弁慶の説教のみ。幼い頃からそういった服装でしたか。それは、はい、失礼しました。服装はどうあれ、あなたが奇人であることはわかります。個人の趣味ですものね。他人である私がとやかく言う権利は。秋葉様、秋葉様、あの方のファッション、健康な男子高校生にはいささか目の毒ではありませんか。即刻に注意、そして指導させていただきます。当家ではタイトなタイツに鎧は通例にありませんので。どこのどなたかは存じませんが、例外は許しません。もっとも私の視界にいる以上、運命は決まっていますね。肌に焼けるような痛みだと。魔術、古術の素振りはなかった。
今のは純粋な生体機能によるものだ。となれば眼帯か根血か。確かに波のものではないようだな。なぜ起こったのかは不可思議だが、その気になったのはありがたい。波の遊びは飽きたところ、これよりは紙一重のせめぎ合い。いざ生粋の鬼退治。宗谷観光、これにて決着といたしましょう。マーユはマジックサークト、ファイト。降りないわね。クマイル、覚悟。燃えてきた。休まれ。尽くしみなさい。覚悟。汚してくれて休ませば。団長です。アイル、汚してくれたわね。悪鬼必須。ここからです。悪鬼必須。いかなる波も惑うに及ばず、我が船ここに極まる。目にもの見せよう。せんラストラックから。カンナ無念。本気にはさせられませんでした。かくなる上はもう一度、こちらも九郎義経として全力で。は？気に入ったので客人にですか？事情は分かったわ。こちらの生物が元凶だったのね。あの海生物をどう追い返すかはまた別の問題とし、あれとの契約が切れ次第うちにおいでなさい。別に大きな使命があるわけでもないのでしょう。なら気の済むまで現世を満喫するべきです。観光で終わらせるのはもったいない。良いのですか？この牛若、自分で言うのもなんですが、常に迷惑をかける性分なのですが。今さらおかしな客人が一人増えようと構いません。それにあなた、知り合いに似ているし、犬っぽいところが放っておけないわ。とはいえ、ドレスコードは守っていただきます。琥珀、翡翠、分かっているわね。お任せください。牛若丸様でしたら、こちらの句はどうでしょう。うわー、ナイスチョイスよ翡翠ちゃん。でもお姉ちゃん、こっちの句のが好きだな。句？はーい、みんな声援ありがとう。今日は新しい友達を紹介するね。はじめまして、転校生の薄井緑子です。趣味は剣道、好きな攻めは面打ち全般。今欲しいものは命のやり取りのできる強敵。休日は浜にてサーフィンを極める予定です。現代になれないふつつか者ですが、皆様どうぞよろしくお願いします。おお、うん、どう見てもサーバントだけど、制服を着てるなら間違いなく高校生。戦いが好きなんでしょ？なら隣のクラスに一見おとなしいけど、本性はトギトギのメガネの生徒がいるから、一緒にちょっかい出しに行きましょう。はい、ぜひ。私に務まるか不安でしたが、学生生活も遊びがいがありそうです。腕前でした。こたびの戦場は実に楽しかったです。